ちは、ひなたです。そしてこんにちは、みずきです。イエーイ。はい、ということで、いつもと見慣れない場所と私のチャンネルに初登場のみずきちゃんです。お願いします。はい、で、ここはどこかと言いますと、私たち今大阪に来ているんですよね。はい、大阪。はい、で、明日ユニバにみずきちゃんと行くので、大阪のホテルでメイトルーティンを撮っていきたいと思います。それでは、レッツゴー。ということで、今の時刻がおしまい。いや、でも夜行性なんだよね。そうなんだけど、2人とも夜行性。そう、私も夜行性だから全然余裕なんだけど、明日5時半起きなんだよね。じゃあ、そうなんです。やばいよね。そう、ユニバ早く行きたいから、早めに起きて早めに出発しようって話してて、しかも今10時でしょ。やばい、全然寝れないね。順番にお風呂入ってきます。行ってきます。はい、ということでお風呂上がりました。スキンケアした？え、しよう。ちょっとさ、顔乾燥しすぎてやばい。これ、ありがとう。さっきめっちゃ面白いエピソードがあって、みずきちゃんがあのバスタオル間違えてあのお風呂出た時に下に引くタオルがあるんですけど、それをバスタオル代わりに使っててあれめっちゃ可愛かった。それは最悪ですよね。本当に可愛かった。あれ、下引くやつがないと思ってどこだろうって探したら、みずきちゃんが肩にかけてて間違えて使ったのごめんなさい。可愛い。乾燥やばくない？いや、ね、でも乾燥しなさそうな肌してる。乾燥めっちゃするよ。するんですか？あ、でも混合肌だから。なんかめっちゃ持ってる。 T ゾーンは油出てくるけど、はい、難関クリア。え、やりますか？え、いいの？え、もちろん。なんかめっちゃ良さそうだね、それ。シカ。シカ。ええー。ブルベイエベみたいじゃない？え、でもイエベ春って言われますよ。本当？黒髪似合うからめっちゃブルベっぽく見えるけどね。え、嬉しい。え、でもこの髪色もめっちゃ似合ってるね。ね、めっちゃ褒めてくれるよね。マジで大好きなんです、この色。大好きや。本当にストーリーで見た時に、ひなたちゃん俺好きって思って。ファンやん。ファンです。ファンですよ。マジ可愛い。本当に。待って、今何時？予想します。はい、予想、予想大会。11時3分。11時3分ね。私は10時56分とか。10時56分。見てきます。はい、お願いします。嘘、どっちも合ってないちょっと期待しちゃった。10時51分でした。えー、でも56分と近かった。あ、そうそう、あとさ、なんだっけ、天井からこうバーって出てくるヘッドシャワーかっていうのかな、と普通にシャワーあるじゃん。それをね、間違えて、あれだよね。そう間違えてこっち側にしちゃって、そしたら天井がバーってして、しかも水だったから、冷たかったんだよね。そう、冷たかったからいやーで、かわいい。ホテルって難しい。いや、マジホテルってむずいよね。はい、なんかスイーツ、やばい。近くにコンビニとかないのか。え、行きたいですよね。行っちゃう。じゃあ一回さ、明日すぐ出れるように、うん、準備しよう。ね、はい、準備して行こう。はい、よし、じゃあ一旦、はい、スキンケアは結構できたかな。はい、結構。これめっちゃいいね。明日の服をまず出そう。はい、はい。服は、私は本当はみずきちゃんと合わせようかなと思ったんだけど、普通に忘れてて、ディゼルのチビティと長ズボン、ワイドパンツ買ったでーす。ちょっとストリート系でいきます。かわいい。私はかわいい白 T シャツにズボン、うん、みずきちゃんっぽい。え、本当ですか？うん、スカートとズボンが合わさったやつみたいなやつに着ようと思ってます。今からみずきさん何をするんですか？コンビニ行きます。イエーイ、今からコンビニ行って夜食を調達しに行きます。行きます。本当はね、もうちょっと歩いてあそこのファミマのとこ行こうと思ったんだけど、なんとね、近くにねセブンがあったので、セブン寄ったらなんかこんなお土産がたくさん。見て、なんでやねんだって。やば。大阪ならではね。え、めっちゃ可愛い、これ。
かわいい、ひなたちゃん見て。なんか大阪って感じ。かわいい。違う、うちらは深夜飯を買いに来た。何系にしようかな。野菜スティック。あ、好きなんだよね、わかる。美味しいよね、食べやすいし。やばい。はい、帰ってきました。ただいま。とりあえず買ってきたもの、キウイとアイスボックスの巨峰味と、私がアイスアップルティーと、私がカフェラテということで、いただきます。できるだけね、ヘルシーのもの。え、これさ、美味しいよね。え、美味しいですよね。これめっちゃ好き。わかる。多分さ、この動画見てる人でみゆきちゃんもう初めて知った人もいると思うのね。だからちょっとみずきちゃんを知ってもらいたいから質問、はい、まあ、でもクラウズのねチャンネルの方でも載せてるから、それ見てもらった方が早いんだけど、私も聞きたいことあるから。何ですか？MBTI は何？ MBTI はなんかコロコロ変わるんですけど、うん、ESFP と ISFP がコロコロ変わる。じゃあエンターテイナーと冒険家が行き来してる。そう。私も ENFP と INFP 行き来してる、うん、だから N の違い相性いいよね多分、うんうんうん、ENFP と ESFP 同士でも仲いいし、うん、ESFP と INFP 同士でも仲いいし、うん、ENFP と ISFP 同士でも仲いいし、INFP と全部仲いい。そう、全部仲いい。だから気合うの、話してて面白い。わかる、なんか全部わかるね、マジ共感する、うん、さっきね、呼び捨てで呼び合おうって話。あ、そうなんだ。そう、慣れなくてまだみじきちゃんって言っちゃう。だってさ、言うてさ、2人でさ、こういう一緒にさ、撮影とかさ、するの2回目じゃん、今日で。うんうんうん。今の時刻は23時57分。オーマイガー、日付変わっちゃう、うん、じゃあこれ食べてゆっくり寝ましょう。はい、ちょっと明日はさすがに早いのでね、頑張って寝よう。はい、今日ここが、今日はみずきと、はい、一緒にナイトルーティーンのご紹介でした。とにかくね、明日のユニバが楽しみですね。はい、またユニバのでの様子もね、 YouTube でアップすると思うので楽しみにしててください。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらくれ、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではバイバーイ。バイバーイ。